徳さんが急にナックルを投げる。あっぱれには現在エースの兄貴、安定感マックスの竹俣、若気の至り竹虎、さらに炎のカットボーラー勝沢など多くの優秀なピッチャーがいますが、夏場の炎天下やダブルヘッダー、仕事、体調など様々な要因により投手が足らなくなり、野手Pの松本翔や徳さんが投げることも稀にあります。というわけで徳さんのピッチングを試しにキャッチャー目線で見てみました。謎のナックルボールも繰り出しておりました。やりたいだけだもん。大田区を震撼させたスライダー行くよ。やっぱりね、千賀投手も言った、変化球の方が腕を振る。ただいま徳さんが投じた謎のナックル、揺れながら手元で落ちました。なんかね、僕ね、横投げなんでね、この握りだとナックルになるんですよね。ほら、さらにまたも揺れながら今度はツーシーム的な動き、受けてて正直恐怖感ありました。一人の出した変化球混じりでピッチングしてみるか。ついに実現、打者徳さん VS 投手徳さん、果たして結果は。スライダーいきなりハードルだけな。左バッターですね。左バッター徳さん、あ、デッドボール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 、いきなりバッ、ほら、いいボール。今のところからスライダーをください。はい、バッ、ボール、ツイツイ、ファールください、ファールを。あっ、スリー、ファールバトル。ファーストはもうナックル、ナックル来た瞬間に振らない方が正解かもしれないっていう。確かに絶対ストライク入れる。オッケー、おらおらおら。ラストボールは微妙に揺れているのか、そのままアウトコースーッと沈むボールでした。果たして試合で投げれるのでしょうか。うわ、ナチュシン出た。いや、これ審判も怖えって。お、ナイスボール、まっすぐね。はい、切り込んでくるね。神剃りシュートや。いや、平松を思い出す、平松を。懐かしい。まっすぐなんだけど、神剃りシュート、カーボロでシュート、まだまっすぐシュート7。確かに途中までストライクゾーンでいいボールです。非常に。なぜだ。ラスト、はい、ナックル、ナックルお願いします。ナックル、あ、忘れてた、忘れてた。そこら辺で忘れてた。確かに、なんでナックルになると投げ方変わるの。お、悪くない。投げ終わりの指。ナックルになると投げ方変わるの。お、悪くない。投げ終わりの指。なんなん。というわけで緊急事態の時に向けたピッチング練習でした。また機会があれば他のピッチャーもキャッチャー GoPro 目線で撮影してみたいと思います。あっぱれオンラインショップから新たに3つの新商品が出ました。帽子2種類とあっぱれオリジナルプレジャン、見てください。お三方、いつもよりかっこよく見えるぜ。他にもいろいろ揃えております。時間ある方はぜひチェックしてみてください。